最終保持者のネクロブッチャー。WXW ハードコア王座は2001年に創設されて2006年に廃止された WXW の王座。2001年の8月26日に WXW エクストリーム王座として産声を上げたこの王座は早速 S 戦を舞台にエージ口ワという名の早草に告示した外観を持つ選手の手へと渡った。それから ニュルンベルクやグレーフェンやオランダのフォールビュルフなどを舞台に20回を超える変動を繰り返しつつ2年の時を経て2003年の12月27日にドイッチェマイスターシャフトであ WXW チャンピオンシップと名を変えて2004年の12月11日をもって WXW ハードコア王座と名を変えた二千四年の八月から十二月にかけて一時的に空位へ 2006年には、イアン・ロッテンの保持下にあったところを、ネクロブッチャーが、米国インディアナ州の岩ミッドサウスのリングで獲得。そして、8月に、当局からの干渉によって、WXW のハードコア部門の維持が不可能になってしまったことから、第30代目保持者のネクロブッチャーの手へと渡った、ままに、そのおよそ5年の歴史に終幕が訪れる運びとなった。刑事マッチ。 wxw ハードコア王座レスリングタイトルズドットコム wxw ハードコア王座ありがとうございます。